どうも。もう疲れました。まあこれはですね、お酒を飲みながらぼやくシリーズです。リクエストがあったので撮ってるんですけど、疲れました。はい、乾杯したいと思います。今ね、撮影が1時半ぐらいです。はい、いただきます。いただきます。クフッ。うわ、おやおやおや、吉谷さん、それはお酒なんですかと思われた皆様、正解です。正解です。まあ、正解ですっていう動画を作ってる塾生さんがいるんですけど、パクりました。正解です。あの、今日ですね、すいません、あのお酒を飲みながらぼやくシリーズと言いながら、お酒は今飲んでないんですけど、もう飲みました今日。すでにフライングして飲んできたんですけど、ビール2杯中、なんだ、沖縄シークワーサー1杯、合計3杯飲みました。僕あんまお酒飲めないんですけど、このお酒を飲むシリーズで毎日こうお酒飲んでたんで、ちょっとね、免疫がついたんじゃないかなっていう。僕ね、ビール中杯、中ジョッキ1杯飲むともう結構きついですよ。だけど多分ぼやくシリーズで結構少し強くなったのかもしれないです。ただしちょっともう頭痛いんで、さすがにちょっともうビールは受け付けないんで、僕が選択したのがリアルゴールドワークスです。はい、ワークス、仕事ですよ、仕事。まあこの動画も仕事ですからね、僕の中では仕事でございますよ。はい、今日ですね、インスタグラムでつながった社長さんとですね、会食をしてきまして、神田で。で、神田の江戸前寿司、おい、吉田さん、なんかここら辺知ってますかみたいな。いや、全く知りませんみたいな。いや、神田って僕行かないんで、いや、神田駅よう知らないですねっつって、ただちょっと早めに着いてたんで、まあ、ちょっとぐるぐるインスタの写真撮ってこう回ってたんですけど、でその時に江戸前寿司があったんで、江戸前なんとか、まあ、神田駅の近くに寿司屋があって美味しそうだったんで、じゃあ寿司屋行きましょうかっつって寿司食ったんですけど、そこの寿司結構うまかったですね。で今日ですね、ほら、会社概要も もらいましたよ。ちょっとね、本名はちょっとあれだと思うんですけど、本名ダメな、ちょっと微妙だよね。会社概要をもらいました。すごいですこれ。ここ消しちゃう。これで大丈夫かな。会社概要。ほら、わかります？会社概要。資料もいただきました。こんなんやってるんですっつって。希少なハート型のイチゴで農産物の新たな付加価値を創造する。会社概要。はい。ハートのイチゴ。はい。で、まあ4時間ぐらい、18時ぐらいに合流して4時間ぐらい喋りました。で、お店も2軒行ってですね、まあトータル今回の投資金額が、僕の投資金額が、1万6000円になります。1万6000円の投資で、枚数はですね、0枚とスロットかよみたいな。まあ今日はですね、僕がおごりましたよ、1万6000円分お寿司と、あとお酒代。まあ山口からね、わざわざ来てくれてるんで、まあ僕のために来たわけじゃないですけどね、僕のために来たわけじゃないですけど、まあ誘っていただいたんで、でなんかね、まあ今回僕1万6000円、いいですよと、僕払いますよって言ったんですけど、1万6000円かと、どうやって回収しようかなっていう
これね、僕の頭があって、1万6000円分以上、まあ、今度ね山口に来てくださいって言われてるんで、もう山口行ったらもう企画として1万6000円分いちごを食うぞみたいなね1万6000円分のいちご食えるかみたいなねであとなんかしかもなんかその農家というか結構その船も持ってるらしいんですよ。その実家で漁師というかなんか船もあるらしいんですね。漁というかその魚がちっちゃい船かちょっと聞いたんですけど、船もあるんで魚釣りに行きましょうよとかも言われたんで、マジっすかみたいな。だ1万6000円分の魚を釣るみたいなねなかなかいいんじゃないかなっていう、うん、回収しに行かないとね、うん、まあ投資ですから今回のは、うん、お金っていうのはね、まあ、天から降っては来ないので、まあね、あの1万6000円分やっぱね回収しないとダメですよね、はい。まあ、今後ですね、そうそうそう、このいちごころっていうこのいちごを作ってる会社さんの社長さんと、まあ、この社長さんがですねめっちゃ車好きで結構いろいろ乗ってるんですよ。でしかもねお話聞いてたらねランエボ、昔ランエボを乗ってて、で1200馬力ぐらいまでのその出すの作って1200馬力ですよバカですよねまあぶっ飛んでるんですけど1200馬力ですよランエボで。でまあ改造費とか1000万ぐらいかけてすごいっすねみたいな。でそれを盗まれたっていうねなんかもう海外にもう行っちゃったみたいで、うん、まあ、で今 RX8 を乗ってるみたいですね。だから今度 RX8 とこの、まあ、僕今 R34 がちょっとね修理してるんで R34 が直ったらもう山口乗り込みますよ。ちょっと RX8 をねちょっと拝みに行きつつ、あと1万6000円分のいちごもしくは魚を釣るっていう企画1万6000円分の魚どれぐらい釣ればいいんだろうな。いちごはちょっとタダで食わしてくれるだろうな。どうなんだろう、お願いします、はい。でもすごいですよねこれ。でもハートのいちごじゃなくて、そうそうそう、多分おそらく全、まあ、ちょっと詳しくは聞いてないんですけど、ハートのいちごが全部ハートになるかっていうと多分ハートにならない微妙なやつもあると思うんですよ。でその微妙なやつだったらちょっと無料で食わしてくれるんじゃないかなっていうこの目論見で、じゃあ行ってこようかなと、はい。いやすごいですよね。なんかねプロフィールも書いてあって、そのど、なんだろうな、結構ね、あ、広島県にもいたんだ。うん、ちょっとこれ渡されて、あすごいですねっつってピラピラ見てたんですけど、まあ、話がメインだったんでじっくりは見てなかったんですけど、うん、話聞くと、そのもともと普通の会社で働いてたんですけれども、独立して5年目かな、あつい最近か、独立して5年か、独立されたんですね。うん、そうそうそう、まあいろんな話をさせていただきました。うん、だからね結構ね、僕このそのいちごころっていうネーミングの商品なんですけど、まあ僕はその心塾っていうのもやってるんで、その心をテーマにしたそのコンテンツっていうのも、まあ YouTube でちょっと作ってるんですけど、だからそれとなんかいいかなっていう。で今その無料の動画で心塾っていうのを作ってるんですけど、その実はですねこれもなんかのご縁かなと思うんですけど、この前その、まあ、今日公開新作のやつ動画アップしたんですけど、その僕のその、まあ、コンサルにも入ってくれてるんですけど、広島と山口県の境目に住んでる女性の方がいるんですね。女性の方がで要はこれ山口じゃないですか。だからその、まあ、里子お姉さんっていうんですけど、僕は里子お姉さんって呼んでるんですけど、まあ、里子お姉さんと一緒にこのここいちご行って食べながら、
なんか対談セッションとかね、なんかできんじゃないかな。まあ女性がいた方が花があるんで、うん、だからもうね、やめっちゃ近いですからね。うん、だからね、その里子姉さんともなんかできんじゃないかなっていう。山口ですから、山口と広島の境目ぐらいに住んでるんですよね、その里子姉さんは。でこの前その里子姉さんと一緒にこのスカイプ対談というのはちょっとして収録してたんですけど、で僕あのびっくりしたのが、そうまあここの今その一心さんはなんとインスタグラムがほぼメインで集客をされてるということで、で今日ね1万5000円の引き換えに、あそうだ0枚じゃないです、今日僕が1万6000円投資して、まあ、一番最初のね1万6000円投資で0円って言いましたけど、ありました、ありましたよ、1万6000円投資で一心115ゲットしました。1万6000円の価値がある1、食えない1号、食えない。でもこれね現物らしいんですね、結構でかいです、結構でかい、ちょっと暗くて見えないかもしれないですけどでかい。これいただきました、1万6000円おごってこれ1個もらいました。なかなかプレミアですよね、なかなかプレミアな感じのイチゴですよね。うん、まあ今度ねこれをなんかこのこれこうやってこうやってこれでセミナーしてもいいかもしれないですね、乳首隠しみたいな、ちょっとまずいですかね。まあなこれね、まあ本当だったらまあちょっと今日ねビール2杯とあのちょっと頭少し痛いんですけど、そう最後は終わり際に吉谷さんとぼやきシリーズでこれちょっとなんか言っといてくださいよって言われたんで、まあそのリクエストがあったんでね、まあちょっとお酒は飲めてないですけど、すいません今日はフライングしてもう 3杯飲んでるんで、もうこれ以上は僕を痛めつけないでください。まあ痛めつけたい人はバッとしてください、僕を痛めつけたい人はバッとお願いします。今日はね、今日これでまたビール飲んじゃうともう明日無理ですね、明日僕も仕事あるんで、しかも今1時半っていう、もう多分この収録が終わる頃には2時過ぎてると思うんですけど、はい、いやでもね今日本当インスタグラム経由でこう本当に実際にね、そう僕もこのインスタグラム経由でこうお会いすることは初めてだったんですけど、その社長さんもいや初めてその会いませんかって言ったのは吉谷さんが初めてですよみたいな、マジっすかみたいな、なんでこんな僕なんですかみたいな、いつかこんな僕でみたいな、いやなんかまあ車が好きっていうのもねあったっていうのもやっぱね共通の趣味っていうのはでかいなと思いました。うん、いや本当共通の趣味があったっていう、で僕も R34 で車すごく好きなんですけど、その社長さんもすげえ車好きで、まあ、1200馬力ランエボを改造して1200馬力にして、まあ、ぶっ飛んでますよね。1200馬力いらないですからね、どこで使うねんと1200馬力どこで使うねんと、どこぞんどこでみたいな、なかなか公道で1200馬力はなかなか使えないですよぶっちゃけ。まあ僕の R34 は560馬力ぐらいなんですね、買った時にスペックで、で560馬力も下道で、まあ、絶対使わないっていう使おうとしたら、まあ高速で使うしかないですけれども、まあ、僕はですね透明で3回捕まりましたから、新透明で、新透明はですね3回ポリスに捕まりましたからね、3回、もう魔の新透明ですよ。しかもあの1年こう切符切られた後1年こう無事故無違反だと戻るじゃないですか、でそのあと2週間ぐらいでその、まあ、切れる寸前にまた新透明に乗ったんですけど、またそこで切符切られて、はい、免停でございます。免停1回になりました。あのでなんか1点ぐらいオーバーして
で、その1日で、その講習受ければ1日で解除されるっていうやつでした。僕の受けたやつは。で、まあ1日、その1万その時いくらくらいか払って講習し受けに行って、まあ1日で、まあそのなんかビデオ見て、こう、はい、はい、みたいな感じでビデオ見て、メンテ解除と。だ、新東名で捕まった以外は捕まってないと思います。まあ本当皆さんスピード違反は本当に気をつけましょう。交通はね守った方がいいと思うんで。ただし僕が言いたいのは、僕がちょっとね物申したいのは、いやそんな車出すなよと最初からじゃあぶっちゃけ言うならば、ぶっちゃけですよ、これマックス踏んでもどう頑張っても、そのどう頑張ってもなんか100キロしか出ない車しか作らなければ、まあまあ動画入っても出ないじゃないですかそう、まあいいや、その話するとね、まあまたね、なバットがねなんか100個ぐらいつきそうなんでやめときますよはい、まあ僕がね、そういう車に乗っておきながらね、そういうの言うのも微妙なんですけど、まあ出ちゃいますからね、出してなんぼの車ですから。まあでもね、まあ、最近身内が事故にあったので、まあ、本当にね気をつけないといけないなとは思いますけど、まあそんな感じですね今日は。まあちょっと頭痛いんでねあれですけど、これなんか1リットルぐらい今飲めそうな、なんか水分が足りない、今水分が非常に足りない、もう250がなくなっちゃうな。 1.5 のコーラ買ってくればよかったな、 1.5 のコーラ。まあ本当に今日が土曜日か、まあもう日付変わってますけど、そうそうそう、金曜日が YouTube 経由で僕のこと知っていただいてお会いして、金曜日で、土曜日は Instagram 経由で僕のこと知ってもらって会って、まあ本当すごいですよ、ネットネットすごいですね。でもやっぱ今日お会いした、まあ、社長さんは、まあすごいなと思いましたね。やっぱなんかね、話してて、まあやっぱそうだよねっていう、なんかまあちゃんとやってるというか、まあ僕はネットビジネスのその稼ぎ方とか、まあセミナーやったりとか教材販売したりとか、まあしてるんですけど、まあこの10年間本当にありとあらゆるお客さん見てきたんですけど、なんだろうな、例えば、まあ、今日その社長さんの話を聞いて思ったことが、その今年の3月ぐらいからインスタグラムを始めたらしいんですね。でどうやってじゃあ集客してたのかって話なんですけど、これね本当ね、やろうと思えば誰でもできることなんですよ。もう一度言いますね、なんか今ほぼインスタグラムからの集客で売り上げ作ってるんですけど、でもその社長さんがやってたことっていうのは誰でもやろうと思えばできることなんですよ。もう一度言いますね、なんかそこにすげえノウハウあんのかっていうと、まあ、全然ないって言ったら失礼なんですけど、まあ基本誰でもやろうと思えばできることです。じゃあ何やったのかっていうと、その社長さんがやってたのはもう要はこの困ってたんですよ。要はこのハートの形、これね4年半かかったらしいんですね。このハートのこのハートのイチゴを作るのに4年半かかったと。で4年半かかってよっしゃーと、ハートのイチゴできたぞと、できちゃったぞついにと、これで儲かるぞみたいなね、おっしゃこれで一攫千金だと、すげえのできたって思ったけど、全然認知されないっていうねそうそうそう、なんか新聞の広告にも出したらしいんですけど、まあ一発3万とかで全く反応ないっていう
だから新聞の広告に出せと出しても、全然反応ないっていう。ででかいやつだと一発20万とかで、まあ、反応がないと、これどうすんのみたいな。作ったはいいけど、4年半かけて作ったはいいけど、どうやって広めていくみたいな。で結構悩んでたらしいんですね。でじゃあこれインターネット使った方がいいなっつって、インターネット使うしかねえなってなって、で今年の3月から、まあ、YouTube とかもやってたみたいなんですけど、まあ、YouTube だとちょっと難しいなってなって、 Instagram に切り替えて Instagram 始めたんですけど、その社長さんが何やってたかっていうと、4時間とか寝落ちするまでいいねを押し続けるっていうまさにうちの塾の教えである凡事徹底ですよ。凡事徹底でございますよ。寝落ちするまで、もうインスタグラムのいいねが押せなくなるまでいいねを押し続けるっていうこうやってそれですよ。それなんです。いやすごい、まあまあまあ、もう本当にまさに王道というか、まあなんだろう、まあ、原因と結果の法則っていうのがあるんですけど、なぜ今インスタグラム経由で、まあ、そのこのいちごのインスタグラムのアカウントが今1500フォロワーぐらいいて、で話聞くとめっちゃファンも出てきて、あのこのいちごの、その食べるもの以外にもあのグッズも販売してるんですよ。でなんか新商品とかなんか出せば全部買ってくれるお客さんもいるらしくて、今ファンが出てもう全部買うみたいな、とりあえずなんか出せば全部買ってくれるみたいな、まあそれもインスタグラムからと。でそれ僕思って計測してんのかなと思って、なんかアナリティクスなんか計測されてるんですかって聞いたんですよ。いやちょっといやそれインスタグラムから全部本当みたいな、ちょっと思って、そなんか計測してんすかみたいな、なんかね、あの基本的にこれ通販で売ってるみたいなんで、まあ計測できるはずなんですよね、どこ経由からとかは。で話を聞くと、その注文をするときに、そのコメント欄にインスタグラムを見ましたとか書くと、なんかそのプレゼントがあるらしいんですね。でほとんど9割ぐらいはそのコメント欄に、その注文が入るときのコメント欄にインスタグラム見ました、いつもありがとうございますみたいな書いてあるらしいんですよ。でそれでインスタグラムですって言ってた、マジっすかと、すごいっすねみたいな、あそれはすごいっすねみたいな、で僕とこ う, うちは僕も今インスタグラムは通知してるんですよ。いいねされるとピコンピコンピコンって出てくるんですけど、社長さんもまあこの iPhone、 こう iPhone 6 Plus だったかな、こう置いてあったんですけど、もう、ね、ピコン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 ってずっとね、いいねいいねいいねってされてました。すごかったですね。やっぱね、本当徹底的にどれだけやるかっていうのがね、もう本当インスタグラムは単純明快なんで、まああとはまあその後そのいいねをこうやりまくった後、今度はターゲティングして、誰にどういう人をこうやれば、まあその後また考えて、どういう人にいいねをするといいのかっていうのを考えて、今はターゲティングを決めて、しっかりやってると。ああそう考えてるんだなっていう、まあ、どういう人にいいねして、どういう人にフォローされると広まるのかっていうのを常に考えて、いいねする人も今はこういろいろとやってるみたいですけど、いやほんとすごいですよ、だからまあ本当にね、僕当たり前のことをどれだけ徹底的にやるか、だっていいねなんて誰でもできるでしょうっていう、どう思います？僕思うんですけど、インスタグラムのこのいい、まあ僕ね昔その、まあ、来年またフェイスブック個人のやつか、あの復活させてまた記事とか書いていこうかなと思うんですけど、去年僕がフェイスブックって結構ね、もう昔からあるじゃないですか、今更フェイスブックかっていう話で、去年僕が今こうバン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 動画撮ったりとかしてますけど、僕が本当に顔出しをしたのが去年の本当のこの夏なんですね。で1年間です。でその時に自分の名前というか、もう本当にこのいちごころさんと一緒で、じゃあ自分っていうのは、まあ、一応ネットビジネス10年ぐらいやってきたけど、ずっと裏方でやってきたんで、じゃあ僕が表出るってなっても誰も知らないわけですよ、ほとんどの。誰お前みたいなね。だってずっと10年間顔出ししてないわけですから、あんまりほとんど、
うん、裏でこうねマーケティング組んだりとか、まあ、裏でこうやってきたんで、じゃあまあ Facebook 使おうっつって Facebook をガンガンやったわけですよ。で僕がやったことはFacebook でいいねをしたりとか、コメント来たコメント返しとか、コメントしてあげたりとか、いいね回ったりとか、そう同じことなんですよ。で去年 Facebook を始めて2ヶ月ぐらいで、まあ、400万ぐらい、まあ、売り上げ作れて、なんだすぐそのなんだ結果として出ましたけど、まあ、Facebook も、まあ、インスタも一緒だなって思いますね。まあ、本質的な部分は本質は一緒、そこの媒体が変わってるだけであって本質はなんか一緒だなっていうのを感じます。でインスタグラムは Facebook の傘下なんで確か、うん、でも僕が思うにインスタグラムの方がつながりやすいですね、うん、僕は最終的にインスタグラムの海外のやってる人たちと超つながって、まあ、YouTube を見てもらうような動線を張っていこうかなとは思ってるんですけど、もう本当にインスタグラムだと海外の人とすぐつながりやすいんですよ。で YouTube だと、まあ、YouTube も英語のタイトルとか今後その海外向けのやつをちょっとどんどん作っていこうかなと思うんですけど、海外に発信していくっていうのだ、やっぱその日本人のパイよりかは英語圏ですよね。英語圏世界に向けた方が可能性無限じゃないですか、やっぱ、うん、だヒカキンさんとかもそのまあ今はそのなんだレビュー動画とかない、そういう、まあ、ゲーム動画とかも作ってますけど、一番最初ヒカキンさんがバズったのはもうボイパーをやって海外の人がうわーこの人面白いとかうまいってなってバズったんですよね、うん、でやっぱ英語圏の人がからこうどれだけ囲えるかっていうのがまあ、僕も YouTube の広告をこう今やってるんで、どうやったらその海外の人に見てもらってアクセスももらえるかなっていうのを考えてますね、うん、でその多分今その YouTube のノウハウとか売ってる人ってその海外に向けての戦略っていうのがあんまないんで、僕がその海外に向けた動画を作ってって、でそこでアクセス集めてそこで広告収入が得るっていう結果を出せれば、それもセミナーやったり、どうやって僕が海外に向けて戦略を立てて、どういう動画どんなタイトル、どういう戦略で、どういうアクセス経路でとか、なんかそういうのが自分でノウハウ確立できれば、まあ、それでセミナーできるし、セミナーやればそのセミナー映像が商品になるし、まあ、いろいろまたできるんじゃないかなと、うん、はい、まあちょっとね早くでも車の話すればするほどもういつ直んだよみたいな、全然連絡ないんですよ。ちょっとね週明けちょっとまた連絡してみます、どうですかっていう。だもうね9月になったらもうね行きますよ。もうてかもう8月終わりますからね、うん、うん、だからなおんなかな、まあ治るは治ると思いますよね。治んないってことはないですよね。まあなんか原因あるわけじゃないですか。原因があるからエンジンがつかないんですよね。まあ今その運転してたらいきなりエンジンがフューンって止まっちゃったんですけど、でその今お願いしてる修理屋さん曰くそのまあ燃料がいかないみたいな、エンジンに。でそのなぜいかないのか原因がよくわからないと、部品を入れたけどなんか微妙みたいな、多いみたいな、修理屋さんちゃうやんみたいな、うん、だいつも僕がお世話になってるショップさん、そこのショップさんはもう R 専門というかね、めっちゃもう何十年っていう結構歴史があって、まあ結構 R をねすげえ GTR 関連とかめっちゃいじってるんで、まあ、ね、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、スモーキー永田さんっていう人がいるんですね。スモーキー永田さんっていう、これはねちょっと走り屋というかそういう人の中ではかなり有名なぶっ飛んだ人なんですけど、そのスモーキー永田さんがやってるそのトップシークレットっていうお店があって、そのスモーキー永田さんはですね海外のなんかショーに
ショーに車持ってって、で夜時間があったから海外の高速道路で300キロぐらい出したのかな海外の高速道路で300キロぐらい出してぶっちぎって、で警察に捕まるっていう、まあ、YouTube でも出てるんですけどめっちゃおもろい人ですってアホですよね、うん、でチューニングも自分の自社でチューニングもして レースカーも作ってるんですよね。で今 R3 号の、まあ、ドライバーさん、契約のドライバーさんもいて、なんか R3 号をもういじって1000馬力ぐらいある車なのかな。あとはスープラで、スープラの1200馬力とか、うん、作ったりとか、うん、まあ多分ね、車に興味ある人だったら結構車関連の YouTube 見たりとかしてると思うんで、多分まあスモーキー永田さんももしかしたら見たことがあるかもしれないです。結構昔の、もうね、そのかなり昔の映像ですけど、それが今 YouTube にアップロードされて、僕もね結構スモーキー永田さんのYouTube 結構見たりとかするしたりしてたんですけど、だそこにですねちょっと持ってこうかなと思いますね、うん、まあ、そんな感じで今もう30分ぐらい撮りましたね。もういいんじゃないですかね、はい。まあ、ちょっとリクエストがあったんで、はい、撮らないといけないなということで、まあ、本当に今回はいい出会いをさせていただいたなと、まあ、本当ねやっぱ共通の趣味を持ってるとやっぱ面白いこと、面白いというかね、なんか話しやすいというか、うん、ね、ランエボー、1200馬力のランエボーを盗まれて、盗まれてもまだ、まあ、今度は RX8 ですね、8乗ってるっていうことで、うん、だから最初乗ったのがシルビアの14だったっけな、S14 だったかな。もう本当に車好きです車好き、うん、いやいいっすよね。だから今僕思うんですけど、昔まではですよ、昔まではこのインターネットがなかった時っていうのは、まあ会社に入って会社の組織の色、会社の組織の色に染まらないと、まあ、生きていけなかったわけじゃないですか。だけど今はネットがこう出てきて、自分の情報を発信して、自分がこんなこと好きだよとか、こんなの興味あるよとか、そういうのを表現して情報発信すると、それを見た共通の仲間っていうのが増えるわけですよ。共通の仲間というか、その興味持ってくれてる人、俺も車好きだしみたいな、まあ、昨日会った人も、会った子も23歳ですけど R34 がすげえ好きでっつって、車の YouTube 見てっていう感じでしたけど、だそういうつながりができるし、そのやっぱ共通の好きなものなんで話しやすいし、でそこでビジネスの話もできるし、まあ、本当ネットすごいなとは思いますけどね、うん、だ皆さんも、まあ、うん、まあネット使ってみたらどうでしょうか。 YouTube なんか僕と同じぼやいてみたらどうですか。今日はすいません、リアルゴールドワークスで申し訳ないんですけど、まあ、タイトルはですね、お酒を飲みながらぼやくと、まあ、アルコールまだ入ってますからね、アルコールまだ入ってますから、うん、3杯飲んだ、頭ちょっと痛い、3杯飲んだ、3杯飲むってあんまないんですよね僕、だいたい1杯で限界なんですけど、あれ飲めるぞ今日みたいな、多分ね、お酒を飲みながらぼやくシリーズを撮ってたんで、多分免疫ついたんだと思います。3杯までいきました、まあちょっと頭痛いですけど、はい、ということで、まあ、30分ぐらい放送させていただいたんで、放送というかね、まあ、収録してるのでこの辺で終わろうかなと、まあ、今後はその社長さんにですね、これをちょっと広めてくれっていうね指令が出たんで、ちょっとこいつをですね、こいつをちょっとなんかしながらちょっと やろうと思います。はい、でまあちょっとお腹空いたなと思ったら、ちょっと山口寄っていちご食いに行くっていうね、僕のこの休憩所、まあ静岡に道はあるんですよ僕の休憩所が。そこの静岡の休憩所に行くと、おにぎり無料で出てくるし、味噌汁出てくるし、可愛い奥さんいるし、めっちゃ可愛いやみたいな。静岡にもね素晴らしいパーキングエリアがあるんですけど
まあ、その人も Facebook でつながって、去年つながって2回ぐらいですかね行って、おにぎり食わしていただいたんですけど、まあ、静岡にもパーキングあって、まあ、今度山口のパーキングエリアできたかな、まあ、一応1万6000円も投資してますんで、1万6000円投資して回収が今のところこの食えないイチゴ食えない、はい、ちょっと1万6000円分のなんかご飯はちょっと食いに行こうかなとまあ農家やられてるって言ってるんで、結構多分ね食うものはいっぱいあると思うんですよ。余ってるというかね、多分売れないものってやっぱ廃棄だから、これもやっぱ売れなかったら廃棄らしいんですよ。やっぱ生ものだし腐っちゃうじゃないですか。じゃあ廃棄するんだったら僕いただきますよみたいなね、どうせ捨てるんだったら、どうせ捨てるんだったら僕が食ってうんこで捨てますよみたいな、はい、ね、うん、そんな感じでございます。ということで、まあ、今後僕10月から、鹿児島行くんですけど、いろいろと多分また面白いことができるんじゃないかなと、まあ、ワクワクしております、はい、では、多分おそらくですけどこの動画はこの今回のですね、このいちごころさんの、作ってる社長さん見てるんじゃないでしょうか、はい、RX8 さんが、 RX8 さんにしときましょうかRX8 さんが多分見てくれてると思います。なぜならばリクエストされたんで、ちょっとぼやきシリーズでこう言っといてくださいよみたいな結構ねこのぼやきシリーズちょっと本当にマニアックな人には見ていただいてるんで、まあ、続けようかなとは思いますけど、すいません今日は本当にワークスで、もう最初まだ話すのかと、最初そのエナジードリンクの中でもいっぱい今種類あるじゃないですか。エナジードリンクのなんだっけ、あれモンスターじゃなくてもう一つあるじゃないですか。モンスターじゃないやつ、翼を授けろあるじゃないですか。でその翼を授けろかの隣にこれがあったんですよ。いや翼を授けろ、でもこれからもう人仕事センター間からワークスにしようかなっつって、ワークスって仕事ですよね、どうなんだ、すいません僕英語読めないんで、ワークス仕事じゃなかったら申し訳ないですけど、ワークス、はい、まあこれにしました、はい、すいません申し訳ないですけど、これ僕の中では仕事なんで、まあ絶対旗から見たら遊んでるだろうと思われてるかもしれないですけど、結構しんどいですよ。今収録してるのがなんだもう2時回ってますからね、うん、しかも外配信というか外録画収録、これいい感じでしょ、どうすか、撮影スポットも選びましたからね一応、うん、もういいでしょ、終わってもういいんじゃないかなと、もうそろそろぼやくこともなくなってきたし、明日もまた仕事ありますんでいいでしょうか。あ、またちょっと宣伝しとかんとあかんかな、はい、ですね、必ず買ってくださいいちごころさん、検索 Google の検索エンジンでいちごころと検索すると出てきます。素晴らしいページが出てきます。はい、このいちごころさん本当ね、これねハートの形をしたもう日本で唯一のいちご屋さん、これ本当ね日本でこれをだって4年半ですよ、この形にするまで、ここのここをこうするのに4年半ですよ、すごくないですか、4年半、ようやったなと。やっぱ諦めずにやれば何でもできるんだなってことです。これだけで4年半ですよ、このカーブ、このラインを作るのに4年半と、いやほんと情熱ある、情熱がなかったら多分無理ですよ。どうすか4年半このラインを作るために頑張れらます、多くの人は多分頑張れないですよ、これを作るためにこれですよ、
なんか2000万ぐらい使ったって言ってましたからね。あ、お疲れ様ですと言っときましたけど、2000万っていう金を使って4年半っていう時間をかけてようやくこれだけです。このライン、いや、このね、ハートになぜしようなのかなっていう、まあ、本当すごいと思いますよ、マジで。これぜひね、そのプレゼントとかなんかその誕生日とか、まあ、そういう時にすごくもうってつけのいちごだと思います、本当に。まあ、もちろんね、値段はもちろん高いですよ、普通のいちごより。当たり前ですよ、当たり前です。でも4年半の思いと2000万がぶち込まれてるわけですよ、これ OK ですか？だからその4年半と2000万がぶち込まれてようやくこのラインができたと、まあ、それを汲み取ってすごいなと、あ、それに比べたこれは安いという気持ちでね、決済ボタンをクリックして注文と。でさらにインスタグラム見ましたよっていうことを書くと、あの、なんかもらえるみたいなんで、うん、あ、吉谷さんの動画見ましたって書いておいてください。吉谷さんの動画見ましたって、その注文するときに吉谷さんの動画見ましたって、頑張ってください、多分なんかもらえると思います。多分なんかもらえるんじゃないですかね。吉谷さんの動画 見ましたって、そのコメント欄に書いておいてください。注文するとき備考欄があるんで、備考欄に吉谷さんの動画見ましたと、頑張ってくださいと、はい、ぜひ、清き一票を、はい、4年半2000万かけてようやく作ったこの、すごいですよね。今度本当に僕山口に行きますから、うん、山口に行きますよ。はい、ではですね、終わろうと思います。いつもありがとうございます。